だから結局日本人がなんでいい人っぽい感じかというと、人の目を気にするからよ。人の評価を気にする恐れの民族なの日本は。ちょっとだけ霊的な話をすると、各国で管理担当の霊が決まって、担当のサタンが決まってまして、日本担当は恐れの霊なんですよ。でもなんか分かる気しない、全部に恐れてるのよ、まあ、特に人の目ね。何か恐れが行動の何、貯金とかもそうじゃん。貯金って不安だから貯金するわけだしね、何かあったら不安で。ファッションも恐れから選ぶじゃん。これ変じゃないかな、変じゃないかなで選ぶじゃん。このね、このゴッドが作ったこの最高傑作であるこの私をいかに表すのは、この服がバーンっていう感じじゃなくて、変じゃない服、ね、何あれって言われない服を選ぶ。皆さんの行動一つ一つを洗ってみて、恐れから機能してる行動がすごい多いはずよ。恐れドリブン、ね、ドリブンってあのドライブの過去完了形ね。恐れから機能してるって、ね、で私がもうすぐ出す本がミッションドリブンって、使命から機能するっていうね。日本人は恐れドリブンだから、俺も恐れ多いだからラッパーみたいな、俺も恐れ多いぜみたいなね、感じなんですよ。だから恐れてるからいい人ぶってるだけで、その結局警察ね、無法地帯ですよってなったらバーンってなるわけじゃない。変じゃないって会話多いよね、確かに。日本人ね、マスク、そのマスクなんかもう分かりやすい。マスクも周りからどう思われるかっていうのでしてるじゃん。これ恐れですね、人を恐れてるからですね。あとこれ言えないとか、日本人つつましいとかっていうのも、これも言えないっていうのが大体恐れから来てるんで、その綺麗に言うと配慮っていう言葉になりますね。人の気持ちを考えてるからとか、配慮っていう言い方をすると綺麗なんだけど、いや恐れてるだけですよってことです。本当の配慮で、本当にその人の気持ちでやってる人って1%もいないんじゃないって僕の見解なんですけど、大体恐れてるから言えない、反応が怖くてとか、恐れてんだよだからね。この悪魔の手紙でもね、そういうところを疲れるんですよ、あるから。恐れてんの、そこから脱却しなければいけない。クリスチャンの強みはそこよ。人を恐れなくなるから、ゴッドだけ恐れるようになるから。だって一番怖いのゴッドだからね。だから人を恐れなくなるっていう強さが出てくるんで、それはすごい強みだなと思いますね。でこの間葛飾区の市長と会った時もね、普通だったらビビるじゃん、市長だってなるけど、俺全然もうただの人間だろみたいな感じと思ってて、まあ、なかなかいいこと言いますねぐらいに思ってたし、あの敬わ、なんていうの、尊敬はするけど人として別にビビりはしないっていう話だし、うんうん、